茶色とは違うだろ。線は高いよ。そう。でも時々だな。プレストンってさ、俺好きだ。知ってるのか、それの持ち主。中で何をしてたんだ。本当のことを言え。警察が事情を聞く。この背景削除ソフトには惚れたよ。変わり者の俺でも。最近の技術だから法廷では通用しない。でも結果はバッチリ出る。指紋の色は血の赤。これを識別の色に指定する。プログラムされたアルゴリズムが他の色を削除してくれて指紋だけが残るんだ。犯歴者と照合してみよう。ヒットした。ジェシー・エイチソン、38歳。常習犯だ。売買目的。刑務所に入ったり出たりだ。そうだよね、わかるよ。呼ばれてる。おかわり持ってきてあげたいけど仕事だ。火ならつけようか。脅かしちゃった。なんていうか、こんなこと初めてなんだ。ここに来て半年で、それで初めて会えた。ビーフサンドの話ができる人。それでその笑顔も、そのエクボもすごくいいなと思って。だから思い切って言うけど、言わなきゃと思って。私はどう？見つめずにはいられない。残念だ。美人だね。俺水暴走には3回かかったよ。なぜ免疫がないもんで、ね、全身に広がったのにか。あんたデビーの旦那。おいベンジャミン、スターの裸にメールが届いた。俺が読んでやろうか。ベン、あなたの番号は話がしたいの。今すぐに。アリソン・スコット。いやベビー、仕事してる。おお、そうだね。本当にそんなに早く戻るとは思ってなかったよ。いいとも、会おう。ぜひ会おう。もうちょい後で。いやー、もう来てたんだ。びっくりさせてやるよ。さあどうだ。別れるつもりか。頼む、行くな。やだ、今は何もできないよ。愛してるんだ。いや、服を着る気はない。来たら最後、君とは終わりってことになる。 OK。 食べてんのは俺だけ。みんななんでオープンハウスで何も食おうとしないのか謎だ。なぜここを売る。俺ずっとルーフェリグノのでっかい像がある家に憧れてたんだが、さっきのカップルは買わない。彼らが乗ってた車見たんだ。サーブのコンパクトカーだった。けなすきはない、いい車さ。けどあれは3万ドルで、ここはどれくらい。420万ドル。無理だ、桁が違いすぎる。まだ寝てない彼女の前でカッコつけたかったのさ。ボディーランゲージでわかる。彼は兵を我慢してる。これ以上。ああそうだ、かの誉れ高きエドワード朝、エドワード将軍に牢屋に入れられた。将軍の婚約者にみだらな視線を向けたから、メアリー王女に。そんなことない、仕方ないんだ。だって僕は身分が卑しい。高貴な女性に正式に求愛するには何か勇ましいことをしなきゃならない。そんなの無理だ、平民にはね。将軍は何度も遠征軍を率いて戦って、勇者として世界にその名を轟かせてる。僕と大違いだ。エリザベス、いやラッセルだ。体育教師のラッセル、一緒にスクールバスの当番したろ。翻訳破棄したこと聞いたよ。辛いな、変態か。そうだ、まだ少し早いかもしれないが、よかったら今度食事にでも行かないか。そうだけど誰にも言わない。そうか、話せてよかった。ショーン、お前正気で言ってるのか。レブロンがジョーダン様を超えられるわけないだろ。ジョーダン様は神なんだよ。ちょっと待ってくれ、ちょっと口を閉じててくれ。それを言えんのは6回優勝してからだ。数の問題だよ、ショーン。だっせ、情けねえ。マジでこの俺と。俺を舐めてる。プロだぞ。よし、ふざけんなよ。腕と胸の筋肉がないだけだ。けど反射神経はある。半端ない。ああそうだね、お互いのために。ニューヨークの恋は実らなかった。さよなら。君のことは何でもわかる。実はスージーが教えてくれたんだ。マディソン、夕日を見て泣く君が好きだ。君が不動産の資格試験に落ちたっていい。お試しデート5回のルールも好きだ。マディソン、愛してる。今日テレビでさ、面白いスペシャル番組を見たんだ。アニマルプラネットのね、性別を変えることのできるカエルがいるんだって。おお、君も興味持つかな。そうだ、しまった、やらなきゃいけないことがあるのを忘れてた。領収書を取りにレストランに寄らないと。今夜行くってアレックスに約束したん。ダメだ、領収書を取ってきとかないと。今日で今年は終わりだぞ。税金は待ってくれないんだからな。今夜君にプロポーズしようと思ってた。で、なんでご主人バイアグラ。それはないでしょう。あなたが彼女だったらバイアグラっていうか、バイアグラの反対がいる。浴場を抑える薬ね。自分も過小評価しないの。あなたならビンビン。バブリーは全然。やっぱりしてないと思った。わかるよ、顔見ればわかる。そう、ああ、カサカサで辛そう。悲しい話だね。実はソロン、クラウドって知ってる？いや、それはちょっと違うな。結果的にはそう、確かにそうなったけど、本当にそんなことになると思ってなくて、予想外の。まだ見てないかもしれない。 iPad をもらった人たちだって動画があるってことに気づいてないかもしれないだろ。ただメールのあいつだけ。テープ3時間分対抗だっただろ。消せって言われてたけど、ジーブスとジョギングしてたらついてきて、そのまま居ついた。
どうだ、紅茶か何か飲むか。最近は大変なんで電話帳から外してもらった。ああいうのをファンっていうのかどうか。両親に番号を教えるなっていうのを忘れててね。親から番号を聞き出してかけてくる連中もいた。人の気持ちを傷つけるのは嫌いだし、卑怯な手を使った。それだけじゃない、もうかけてこられないように番号まで変えた。ディスカバリーを信じてない。証拠は圧倒的じゃなく決定的じゃないとね。みんなが信じるようには信じてない。脳神経科医なんだ。3ヶ月前に若い患者に脳腫瘍が見つかって告知したんだ。悲しいことだろ。なのに彼女はまるで当たりくじを受け取ったみたいな反応だった。今よりもっといい場所へ行けるかもしれないから喜んでるんじゃなくて、そこへ行けるのをディスカバリーが保証したからだ。存在の別次元はあるのかわからない。君の助言を求めている信者たちが6000人も集まってたんだぞ。なのに2000年以上続く信仰を否定するなんて。じゃあどういう意味で言ったのか教えてくれ。理解できない。じゃあなんだ、信仰に関係なくアフリカの人が救われるってのは全人類が救われるって意味か。どんな生き方をしても救われるのか。神は人に選ばせるんだ。聖書にそうある。福音だ。神を探す道を選ばないと。世界中のどこにいようと本気で神を求めれば見つけることができる。